こんにちは、綾瀬エリよ。東條なさみです。ニッコニッコニみんなのアイドルニコニーだよ。初回のリポートはこの3人でやっていくからよろしくね。まずは私たちが通っている学校、音の木坂学院の紹介をしていこうと思ってるんだ。ニコたちが学校の魅力をたっぷり見せてあげる。それじゃあまずは校舎から紹介するわね。さすが3年生。トップバッターを頼んで正解だったね。ねえねえ、この間アップしたライブの動画評判どう？今コメントを読んでいるところです。リンも見る。うわー、いっぱい来てるにゃ。私たちも少しは有名になったってことね。ふむふむ、ミューズのこともっと知りたいとか、ミューズの住む町に行ってみたいってコメントが多いみたい。そういうことなら期待に応えてあげる必要があるんじゃない？決まりね。リポート動画を作るわよ。リポート動画？私たちがリポーターになって学校や学校周辺を紹介する動画を作るってことじゃないかな。学校の PR にもなりそうだし、理事長にお願いすれば撮影許可をもらえるんじゃないかしら。みんなでリポート楽しみだにゃ。みんなでって9人いっぺんにリポートするつもり？それなら撮影する人も必要ですし、3人ずつ交代でしてはどうでしょうか。それいいやん。だったら最初にリポートするのはエリちゃんたち3年生がいいんじゃないかな。うん、3年生が一番学校のこと知ってさ。まったく仕方ないわね。それならニコたちがお手本を見せてあげる。ここが校内。他の学校とそんなに変わらないかな。ここをまっすぐ行くと、じゃーん！中庭に着いたわよ。お昼の時間になるとここはお弁当を食べる生徒でいっぱいになるわ。ニコたちもお昼はここで過ごすことが多いわね。他にもここは日向ぼっこに最適な癒しスポットだったりするんだよ。ポカポカして気持ちいいにゃ。眠くなっちゃうよね。あんたたち気持ちいいからって外でのうたた寝はほどほどにね。皆さんは真似しないようにしてくださいね。やっぱり3年生はリポートが上手だね。ええ、本当に私うまくやれるかな。
私とリンもいるんだし大丈夫よ。そうだよね。ちょっといい？どうかしましたか？なんか違う気がするのよね。でも学校を紹介するならまずは一通り説明した方がいいんじゃない？はい、立派に学校紹介できていると思います。ああ、なるほど。ニコッチはそれが気に入らないんやね。気に入らないってわけじゃないけど、みんなが知りたいのはあくまでミューズの学校生活でしょ。学校の情報よりもここで私たちが何をしているのかを伝えるのが大切ってことだね。だったらぴったりの場所があるんじゃない？